皆さんこんにちは。茨城オンンラインスタディの時間です。この動画は小学校6年生の国語インターネットの投稿を読み比べようの2時間目の内容です。この第2次の学習の目当ては投稿を読み意見や主張とその理由や 根拠を大まかに捉えようです。では、ここで動画を止めて。今日の。学習の目当てを。ノートに書きましょう。書き終わったら。動画の続きを見ましょう。それでは。教科書。七十八ページを開けて。投稿の。一から十一。 81ページまでを音読しましょう前の時間に確認した投稿を読み比べる際の観点を思い出しながら読みましょうここで動画を止めて読み終わったら動画の続きを見ましょうでは11の投稿の中で 自分が最も共感できる投稿はどれでしたかどの投稿を選んだかなぜ共感できるのかの理由をノートに書きましょうここで動画を止めて書き終わったら動画の続きを見ましょう次は 1>, 1から5の投稿の内容について、それぞれの意見や主張と、その理由や根拠を読み取ります。意見や主張には直線、理由や根拠には波線を引きましょう。はっきり意見や主張、理由や根拠が書かれていない投稿もあります。ここで動画を止めて 書き終わったら、動画の続きを見ましょう。線を引いたところを確認します。はじめに、投稿一です。一の投稿の意見、主張は。勝つために、限界を超えた、無理な負担をかけてまで、スポーツをすることはないです。読者。 A さんのコメント上から1行目から2行目にかけて書かれています理由根拠はスポーツを通して健康な体や心を育てるというスポーツの目的に反するからです読者 A さんのコメント上から行目から2行目にかけて書かれています 五行目から六行目にかけて書かれています。投稿一の意見や主張、理由や根拠をまとめると、このスライドのようになります。 次に投稿2です。意見・主張は、スポーツは勝利を求めてやるからこそ良いです。読者 B さんのコメント、上から1行目から2行目にかけて書かれています。理由・根拠は、勝ちたいという意欲があるからこそ、選手は、 練習を積んで体を鍛え技術を進歩させることができるからです。読者 B さんのコメント上から3行目から4行目にかけて書かれています投稿2の意見や主張理由や根拠をまとめるとこのスライドのようになります。 次に、投稿3です。意見主張は体に無理な負担をかけてまでスポーツをすることには反対です読者 C さんのコメント上から2行目に書かれています理由根拠は未来ある若者に 私のような思いをしてほしくないからです。読者 C さんのコメント、上から三行目に書かれています。投稿さんの意見や主張、理由や根拠をまとめると、次のスライドのようになります。 続いて投稿4です。意見主張は「スポーツは勝利こそ第一」です。読者 D さんのコメント上から1行目に書かれています。理由や根拠としてはっきりわかるものは書かれていませんが読者 D さんのコメント 上から二行目から五行目にかけて、競合チームでサッカーをしている読者 D さん自身の経験を述べています。投稿四の意見や主張、理由や根拠をまとめると、このスライドのようになります。 最後に投稿5です意見・主張は投稿1と投稿2のどちらの立場なのでしょうか。読者 E さんの意見・主張は読者 E さんのコメント上から3行目から4行目にかけて健康を目的にスポーツをしている人と勝利を目的にスポーツをしている人が 議論を重ねても、互いいの主張がが噛み合わない気がする。スポーツの目的はどちらにあるのだろうかと中立の立場で疑問を投げかけていますそうすることで議論を整理していますそれでは最後に1から5の「 それぞれの投稿に対して、簡単に自分の意見を書きましょう。投稿を読み比べるための観点を意識して、自分の考えを書けると良いですね。動画を止めて、書き終わったら動画の続きを見ましょう。これで。 小学校6年生の国語、インターネットの投稿を読み比べよう」の2時間目の内容を終わりにします。